皆さんこんにちは、カズマです。今回日本語での初めての投稿なので、最初に簡単に自己紹介しておこうと思います。僕は大学生で東京外国語大学出身です。今1年間ウーロンゴン大学に休学留学をしています。今まで英語で動画作ってきたんですけど、今回からちょっと日本語の動画も作っていこうと思います。留学準備をエージェントなしで行って、それで全ての留学準備を自分で行いました。なので準備に関してはすごい自信があります。なので日本語で動画を作って、これから留学行くよっていう日本人の留学生向けに、いろいろ留学準備とか留学中のアドバイスとか、たくさん助けになるような動画を作っていきたいと思っています。よろしくお願いします。じゃあまず最初、日本語での動画1本目はインターンシップについてです。シドニーで3ヶ月ほど4ヶ月ほどインターンシップを行ったんですけど、実際にその話を他にいる日本人の留学生の方に話したら、結構どういうふうにインターンシップを取ったのかとか、たくさん質問をいただいたので、この動画でまとめていろいろ話せていけたらと思います。じゃあまず1つ目、実際に僕がどういうふうにインターンシップを見つけたのかと、僕はリンクドインを使ってインターンシップを見つけました。日本だとリンクドインって、海外で働きたいと思っている学生さんとか、海外でビジネスをしている会社とかならアカウントはあると思うんですけど、結構広まってないと思います。だけどアメリカとかオーストラリアとかヨーロッパでも留学行くところだったら、リンクドインをメインに使って就活をしているという感じです。なのでインターンシップを探したいとか、仕事を見つけたい方はぜひリンクドインを入れていきましょう。大学のキャリアセンターみたいなところに行って伺ったのは、インディードとかシークっていうウェブサイトもいいっていう風に言ってました。だけど僕の意見だと、インディードとシークで実際に探したんですけど、結構オーストラリアとニュージーランドの市民権持ってる人向けのインターンシップしか見つからなくて、そもそも僕が応募できなかったっていうのが多かったので、あんまりおすすめしません。リンクドインがやっぱ一番インターンシップを探すのならいいと思います。2つ目、英語以外の強みを作ることです。実際にこっちでインターンシップってすごい見つけるの難しいと思うんですよね。なぜなら僕たちからしたら英語って母語じゃないので、こっちの現地の学生さんと比べて、やっぱりその人を選ぶ理由っていうのがあんまりないというか、英語があんまり喋れないならビジネスの間でコミュニケーション取りにくいとかあるかなっていうふうに採用する側が考えると思うんですよね。なんでその英語以外で目立つことをしないと難しいかなっていうふうに思います。僕のおすすめは、実際に僕がやってたみたいに YouTube とか留学生活とかを YouTube にまとめたり、あと Instagram とかで YouTube の投稿をして視聴回数とかエンゲージメントを増やしていけば、他のこっちの現地の学生さんも YouTube とかしてないので結構強みになると思います。なのでそういうことをしていくと、結構採用する理由につながる。実際僕の場合はデジタルマーケティングのインターンシップだったんですけど、まずカメラとか使ってコンテンツを作成、プロダクトを写真撮ったり動画を撮ったりして、インスタグラムのリールとかあと投稿を作成して、コンテンツをいろいろ作ってマーケティングをしていきました。なので僕がやってた YouTube とかの動画編集とか発信力っていうのはすごい役に立って、実際にインターンシップに応募する時も僕の YouTube のアカウントとを添えて送ったので目に留まったっていう感じです。なので英語以外の強みを作ることをおすすめです。じゃあ3つ目、しっかりフォローアップ E メールをとか、フォローアップメッセージを送るっていうことが大切になると思います。実際にインターンシップ応募するって僕だけじゃなくて、現地の人とか他のインターナショナルの学生も応募してて、もう100人くらいの単位で応募すると思うんですよね。そうなると採用する側からしたら、もうメッセージを送っても読むの大変ってなるので、できるだけ上に来たメッセージを読んでいくと思います。なので実際に応募した後に、その応募してメッセージ返信なかったら、まあ、なくてもあっても2日とか3日後くらいに僕のことのメッセージ読みましたとか、僕この仕事にすごい興味あるのでメッセージお待ちしてますっていう風に送るといいと思います。実際にインターンシップで、なんで僕を採用してくれたのっていう風に質問した時に、フォローアップメール僕送ったんですけど、それが良かったみたいで、実際にたくさんのメールの中で僕がメール2回ほど送って、それでこの子すごいやる気がある、あとメールも一番上に来て返信一番目に留まった、最初に目に留まったっていうことで返信をしてくれて、で僕ももうめっちゃ返信すごい返して、電話番号聞かれたので電話番号すぐ教えて、そして電話して、で面接に行って OK っていう感じでした。なので実際にいろいろ意欲的
な、なんだろう、姿勢とかを見せるようなフォローアップ E メールをおすすめします。じゃあ今回最初の日本語での投稿だったんですけど、以上になります。もしなんかこれが役に立ったなって思ったら、いいねと、あと、もしよかったらチャンネル登録もお願いします。日本語の動画の投稿も結構、なんか英語とは違う難しさがあって、なんか、カメラに向かって話すのとか難しくて、まだ慣れてないんですけど、完璧にはこれから頑張って、たくさん留学に関する動画とか、留学だけじゃなくて、いろいろなんだろう、なんかいろんな動画投稿していきたいと思ってるので、よろしくお願いします。あともしよかったらコメント欄で役に立ったかとか、あと役に立たなかったらどういうところを話してほしいとか、コメントくれたら質問とかくれるので、たくさんいろいろコメントください。たくさんこれからも留学準備の投稿、留学生に向けて役に立つような投稿をしていくので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。